かれこれ30分以上外で見てますって。お、なんか食べながらとかかな。こんばんは。ありがとうございます。いきなりびっくりしたんで、そういきなり配信 しました。ゲリラで申し訳ないんですけれども、配信してみました。今日はおやつなかったので、おやついただきましたよ。おやついただいた。ちょっと待ってね。おやつをね、いただきましてね。持って帰ってきました。けどもうね、帰りながら、ちょっと食べちゃったので、もうほとんど残ってないかもしれないんですけど、アルフォートとかいただきました。はい、あとこれ、あとこれしか残ってないもん。これとあと飴しか残ってない。全部食べました帰りながら。そう、ナナさんがね、全国ツアーを開催されるみたいで、それで広島が入っててめっちゃ嬉しかった。見に行きたいって思ったんですけど、見に行きたいって思ったけど、絶対見に行きたい人が多すぎて、多分私は入れないんじゃないかなって思ってる。人が多すぎてもういっぱいで入れませんみたいなことになる気がする。もらいました。年末に向けてイケイケなことをたくさん作ると考え、そう、イケイケ大賞っていうねコーナーが新しくできまして、ラジオで。そう、年末企画なんですけど、年末企画なんですけれども、イケ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 コーナーというのができまして、それでなんと一番イケてる人へ、一番イケてる方をね、あの送ってくださったメールの中で決めまして、そこでなんと視聴者プレゼント的な、なんかそういうやつを1名様にねプレゼントするという企画をやらせていただきます。嬉しい。皆さんぜひいっぱいイケてるエピソードお待ちしてます。火曜日にイブニングストリームという FM チューピーさんでラジオを出させていただいてるんですけど、毎週そこでね、年末企画で来週からね本格的にイケイケ大賞というコーナーが始まりまして、そこでこう自分のイケてるエピソードを送っていただいて、そう送っていただいて、その中で私がこうジャッジして、私と修二さんでジャッジして、どれが一番イケてるエピソードだったかをね決めまして、イケイケ大賞を決めまして、その方への視聴者プレゼントっていう感じの企画をやらせていただきます。なので皆さんぜひメールを送っていただけると嬉しいです。出るんでしょって絶対、いやそんな出れないよ、出れません、出れません。イブストでもこういう企画初めてかもしれない。本当嬉しい。めっちゃ椅子がギーギーになってる。
あ、そうね、そう、ありがとうちょうちゃんさん、そう、お便りの、お便りに住所の記入を忘れずにお願いします。もし住所の記入がなかったらね、そう、もうなしってなっちゃうかもしれないので、皆さん住所はお忘れなく。そう、住所大事。住所が忘れてしまうとね、なしになって、そう、めっちゃイケてるのになしになっちゃうかもしれないから、絶対に住所を忘れなくつけて応募してくださると嬉しいです。今日、あ、眉毛残ってるわ、色。なんかね、私は最近あのレッスンとかはね、今までね、あのメイクも髪の毛ももう何メイクもしないし、そう、メイクもしないし、髪の毛も溶かさずにアイロンもせずに、ヘアアイロン、ヘアアイロンもせずに、櫛も通さずにレッスンに行ってたんですよ。なんかそのレッスンとかメイクしなくていいお仕事の時に行ってたんですけど、なんかやっぱりある程度というか、ある程度ちゃんとした方がなんか自分の心もなんかちょっとなんかよし頑張るぞみたいな、その切り替えになるなと思って、最近はあのちゃんとメイクをするわけじゃないんですけど、ちゃんとメイクするわけじゃないけど、一応ヘアアイロン、髪の毛はちゃんとして、そう、髪の毛だけはちゃんと寝癖を取るために髪を解いてアイロンをして、あの顔はメイクはしないんですけど、日焼け止めを塗って眉毛を描くことだけはするようになりました、最近。もうまだここ最近だけの話なので、そう、まだね、あんまり、そう、この1週間後どうなってるかわからないんですけど、それをね心がけております。なんかもう本当にボサボサの状態で、もう寝起き5分ぐらいでね外に出てたんですけど、やっぱレッスンとかもやっぱりね、ある程度そんなバチバチにはやらないけど、ある程度寝癖と眉毛だけはみたいな感じでやってます。でもそれもやってるの別にもうまだ2回目とかなんですけど2回目とかなんですけどはい、そうやってるんですよ。あとはそう、なんか最近ご飯を食べに行くってなって、普通にお休みの日に、でご飯を食べに行くだけだったら別にもうボサボサでよくないと思ったけど、やっぱその自分の気持ち的にもうちゃんとしていこうと思って、ちゃんとワンピースを着て髪の毛も整えて行きました。そう、別にプライベートだから、そのなんかメンバーと行くとかだったらまあちゃんとするけど、家族で行くだけだからって思って、何もしなかったんで、あ、何もしてなかったけど今まで、でもねちゃんとしたんですよ。なんか最近さ、またちょっとなんか髪の毛がパサパサしてきたんで、なんだろう、乾燥かな、乾燥でパサパサしてるんかな。なんか結構ねこう触った感じはツルツルしてるんですけど、この毛先あたりがちょっとなんか傷んできてる気がして、なのであのちょっと早くトリートメントに行きたいなと。ヘアオイルね塗ってますよ、なんだっけな、なんか黄色いやつをね塗ってるんですけど、そう、しかもヘアオイルも最近また塗るようになったって感じ。今までもなんかヘアオイルもね
気が向いた時しか塗ってなかったけど、最近はパサパサになってきたことにすごい焦りを感じて、ドライヤーをした後にヘアオイルを塗ってます。あと朝、そう、乾燥だと思う、多分パサついてきてました。そう、でも私は絶対ドライヤーしないと寝れないのは確かなので、前はなんか謎に髪が濡れた状態でも寝れてたんですけど、もうそれだと気持ち悪くて、私は乾かさないと寝れない人になったから、そこは良かったなと思ってますけど。今はセミロング、ボブより長い。そうね、なんかボブではないよね。どうなんだろう、今の長さ。なんだろうね、わかんない。うん、イケてること書きたすぎて、ほんまに住所忘れそうもうね、本当に住所忘れたら本当にもう終わったになりますので。今の前髪、そう、前髪もめっちゃ伸びてきて、なんか切るタイミングがちょっとわからなくて、とりあえずなんかこうやって巻いたらね、アイロンを通したらこうやって流れるようになったんですよ、前髪が。どっちがいいですか、みんなは。どっちがいいですか、みんな的に。みんな的にはどっちがいいですか、前髪。このなんかここら辺が、空間がここにある前髪か、パッツンパッツン一直線、どっちがいいですか。うーん、髪が伸びてくるとシャンプー使う量が増えそう。そう、なんかね、本当に。でもドライヤーする時間が伸びた、ちょっとね、2分ぐらい伸びました。どっちがいいですか、皆さん。前髪、みんなの意見を、空間ありに1票です。本当、今の感じもいいねって、姿勢流してる感じいいと思う。本当嬉しい。最近はそう、ちょっと流してるんですけど、なんかね、自然にね、アイロンを通すとこうやって流れるようになったんですよ。だからパッツンこけし可愛いもう私はこけしキャラはもう卒業したので、皆さんごめんなさいね、好きだった方もしいたら。私もうこけしキャラ卒業したんで、はい、前髪は残したい。そうね、前髪はあった方がいいかもしれないですね。でもめっちゃ、例えば痩せたら、痩せてなんかメイクとかも研究しまくって、自分に合うメイクとかを見つけれる日が来たら、前髪なしとかやってみたいけど。なんかね、最近の公演で前髪なしを試みたんですよ。いつだったかな、スタジオの公演かなんかで前髪なしを試みたんで、やってたの途中まで前髪なし。でもメイクさんに、いやちょっと私前髪なしで出る勇気ないですって言って戻してもらって、ちょっと前の公演なんだけど。そう、私にはまだね、前髪なしで出る勇気はなかった。でもね、前髪ない人見たら本当にちょっといいなって思うんですよね。やってみたいなって。明日の花だれ公演配信楽しみますね。ありがとうございます。明日はアンピーの生誕祭です。出させていただきます。私2回目なんですよ、花だれ公演。2回目なの、花だれ公演。絶対ね、2回目、って感じだと思う、みんなからしたら。アリちゃん、前髪なかったのと今のとどう。アリちゃんは本当にどっちでも似合うから、本当にどっちでもいいと思う。本当にどっちも似合う、アリちゃんは。なしもありも。前髪なしも最初違和感かもやけど、慣れなんか、どうなんやろうね。でもなんか最近ね、そのヘアアレンジをメイクさんにしていただいた時に、やっぱメイクしてる時ってさ、こう前髪止めとるじゃん。前髪止めとって、でちょっといつもと違うメイクをしてみて、でなんかそうやってて、あ、今日のメイクいつもと違うみたいな感じに、まあ、なったんですよ。それでなんかそう、アリちゃんが、こう私が止めてたんですね、メイクするから。で、まあ、いい感じじゃんみたいな言ってくれて、アリちゃんが。で、
その前髪下ろした時に、え、なんか違うねって言われて、さっきの方が良かったみたいな言われた。そう、前髪なしの方がね、そう、なんか下ろしたらなんか違うって言われて、で私的にもなんか前髪その時はない方が良くて、顔的に。でそう、なしで出ようかなと思ったけど、ちょっと勇気がなかったです。そう、愛子地もね流してる。最近またちょっと前髪あるよね、愛子。でもどっちも似合う。私もね前髪なしやってみたいんだけど、マジでちょっとまだ勇気がなくて、勇気がないですね。そう、ちょっと今こっちの眉毛がもうないんですけど、 こっちのね眉毛今日描いてたのけど、もう取れちゃった。そう、前髪なしをね、なしにしたらねこうなるんですよ、イメージ。これは耳かけた方がいいのかちょっとわからないんですけど、とりあえずこうなるんですよ。前髪をなくすとこんな顔なんですよ。私はおでこ広くないよね別に、普通。でも前髪なしにするには私はやっぱ痩せないと無理。だって顔全部出るじゃん。なんか前髪でちょっと顔こう、顔の面積ここしか出てないから、前髪なしってことは全部出るから、痩せないとって感じです。まあ痩せたらまあ痩せたらって感じ。痩せる日が来れば。そうね、私ね顔の輪郭の話を最近メイクさんとしてて、私って面長だと思いますかみたいな感じの話をして、えみたいな、絶対面長ではないと思うみたいな言われて、えじゃあ何ですかみたいな話をしてたんだけど、私はずっと面長だと思ってたんですよ自分のこと。だから面長だったらこういう髪似合わないかなとか、そういうのいろいろ考えてて、でも会う人会う人に絶対面長ではないって言われるの。でも自分は絶対面長だと思ってるの。何なんだろう、診断したい、顔の形診断したい。ずっと面長だと思って生きてるんですけど、そう、でも面長は多分どっちかというと大人っぽく見えると思うんですよ。で丸顔はどっちかというと子供っぽく見えると思うんだけど、だからどっちか分かんなくて、で結構どっちにも見られるから、会う人によっては、なんか会う人によってはあのめっちゃ子供をすごいちっちゃく見られることもあるし、逆にすごい大人に見られる時もあるし、そう、普通に二十歳ぐらいにね見られる時もあるんですよ。だから私は一体どっちなんだと思って、分かんないんですよね。みんなは自分の輪郭とかあんま気にしないのかな。私はすごく気にしてます。なんか自分の顔の形はどうなんだろうっていう、ここ最近丸くなった気がしてコンプレックス。いやそれはね、私も本当に丸くなった。もう初期の頃と比べたら本当に丸くなったなって思いますね。いや本当にちょっとなんかもう切り替えてダイエットをしなきゃいけないんですけれども、そうなんですよね。おもながでも丸顔でもない、標準的な、え標準的なのかな、私わかんないんだよ。うん、筋トレしようかなと。おーいいね。そう、なんかねメイクでこんなに変わりますみたいなのを出してる YouTuber さんとかの動画をよく見るんですけど、本当に技術がすごいなって思いますね。ジャズライブの昼公演の時の髪が、え本当？なんかねくくるのあんまやったことないからやったんだけど、私的には夜公演の下ろした方が良かったなって思ったんだけど、なんかやっぱ人が見るのと違うのかな、自分がいいって思うのって。
逆に面長って答える人いるの？え、私は結構ずっと親から面長って言われてましたけど、でも外の人からは面長じゃないって言われる。お話し会で結果見せたいなって。でも別に今がさ、そんな太ってるって思わないからさ。そう、てか本当に早く髪の毛伸びてほしい。いつだろうな。どれぐらい伸びるかな。私は面長だと思う。あ、自分がってこと？それとも私が？周りからも言われるんやけど、これが結構やばくて。え？太ったって？え？本当に？最近のお見送りの時とか別に太ってると思わなかった。号泣レベル。私なんてもう号泣レベルじゃどころじゃないですよ、本当に。号泣越してなんだろう。なんだろうね。池田ちゃんがですよって。あ、私が面長だと思う。なんなんだろうね、面長じゃない。でもなんかメイクさんに言われたらそうなのかなとか思ったり、でも家族に言われたらそうなのかなって思ったり、ちょっとね、わかんないんですよ。どっちかわかりません。死んだみたいなしたいよね。痩せてるって言われてる。誰が誰が誰が。今日は月をたくさん見てきました。私も見たよ、月。月見ました。マネージャーさんと一緒に帰りながらね、なんか止まって写真撮って、歩いてまた止まって写真撮ってみたいな感じで一緒に帰りましたよ。じゃあ前髪はこの流しでいこうかな。なんかあんまパッツン派が全然いなかったというか、なんか 2,3 人ぐらいしか答えてくれなかったのであれなんですけど、私はじゃあ流す方でいきたいと思います。前髪なんかもう本当に毎日もう切ろっかな、いや伸ばそっかな、切ろっかな、伸ばそっかなっていうのをずっと悩んでる。背高いからふくよかに見えんって言われるのが大体おうち。ふくよかっていうの偉いね。ちゃんと私だったらもう太ったとかデブになったとか言うけど、ふくよかっていうの偉いですね。同じ空を見てるって素敵って、そういうのを考えるタイプなんですね。いいと思います。私もたまにそのモードに入る時ある。あ、同じ空を見上げているんだみたいな。普段あまり月を見ないけど、今日はラジオを聞きながら月をよく見ました。私もなんか、私ね、月よりね星見るのはよく、星はめっちゃよく見てる。星はよく見てるよ。けど月はあんま見なかったから、いい機会ですね。いけちゃんストレートだもんなって。そう、ストレートにも、あ、太った。あ、デブになった。って言いますね。うん。お空は繋がってる。そうよ。そうよ。オリオン座、え、どれがねオリオン座かよくわかんないんだよね。なんか何座とかわからんけど、そういうアプリとか入れたら多分、ね、見れるんだと。
カーテンしないで寝てるのを星を見ながら眠ってめっちゃいいじゃん。めっちゃいい。私はねちょっと窓から離れてるのでベッドの位置が見えないけど。秋に入って人間的な厚みを増してみました。豚マーク。まあね、秋はね食欲の秋というのでしょうがないですよね。こう見えて身長縮んだって5ミリだけって、それ縮んでるの絶対誤差じゃない？絶対的に誤差だと思う。砂時計みたいな形？ちょっと見てみよう。なんかどの星とかわかんないけど、とりあえずね空をよく見てる。星と星をつなぐとイケアの似顔絵がどういうこと、どういうこと。しかもさ、あなたさ、私のなんかモノマネじゃないわ、なんかやってたよね、なんか制服着てなんかやってたよね。なんだこの人って思いました。はい、来年測った時に誤差って、絶対誤差だと思う、誤差だと思うよ。イケアのコスプレウケる。それもうやってると思ったらめちゃくちゃ面白いね。もう家でね着替えてメイクして面白い。ショックやった。いや5ミリは、いやまあ3センチとか縮んでたらまあ3センチはさすがに多分本当に縮んでると思うけど、5ミリは絶対ね、もう髪の毛こうやってツンってやればねもう伸びて見えるよ。髪の毛さ、ぺったんこよりもさちょっとなんかお団子とかした方が背高く見えるじゃん。だから男の人もこうツンツンにこうやってなんかやればさ背高く見えるんじゃないですか、多分分からんけど。伸ばせる伸ばせる。そうだよ。なんかでも朝はさ身長測るのと夜身長測るの違うって言いません？そういう感じなんじゃない、分からんけど。若いっていいね、ツンツン。ツンツンヘア皆さんどうですか？風を待つの、おお、池ちゃんのこと褒めてたねって、何さんって読むんだろう、やばい、わかんない。AKB カフェグッズもうすぐ届くと思う、待ってて、合ってるかな。カフェグッズいただけるの？しかもさ、カフェグッズってランダムじゃないですか、あれカフェグッズランダムだよね。え、ランダムじゃないっけ、ランダムじゃないやつもあるんだっけ。え、いいの、本当にありがたい。待って、今何時だ、9時21分、やべえ、25分ぐらいに終わります。ジャズライブ行きたかったです。ジャズライブ行きたい、また行きたいって。ぜひまた次も開催されるといいね。え、27分なの今、やば。じゃああと3分ぐらいで終わるわ。それが恋と気づいた岩沢が聞けたか。それはねもうね大丈夫よ、今更って言ったっけ。
全然見えなかった。私ね、多分目が悪くなったんだと思う。最近のね、学校の授業でもね、本当に前が見えなくて、字が見えんくて、こうやって目細めながら見て、本当にね、目悪くなったんだと思う。あらま、あらま。もう最近もう勉強しないからママに怒られて、それをアリちゃんに言ったら、あなたの将来のことを思って言ってるのよって言われて、はいってなった。はいってなりました。お、明日公園行くねって待ってます。歌の勉強じゃなくてね、あのね、私今ね学校に通ってて、そうのね、そうなんですよ、学校に通ってるんですよ。それの勉強をね、コンタクトしてないよ私ね、コンタクトしたことない。あ、カラコンとかはあるけどね、お休みの日に。そう、アリちゃんに言われたの。そう、なんかね、そうなんや、そう、めっちゃそう、目が良かったのにね、絶対携帯の続きすぎとかだと思います。あらま、そう、本当に。でもなんかそう、勉強 したらやっぱなんか高校通ってた時をね、やっぱ思い出しますよね。こうペンを持ってこう勉強するのって。そう、私はあのちなみに何を勉強してるかというと、私は今保育の勉強をしていて、そうなんですよ、保育の勉強をしてるんですけど、なんかいっぱいなんか子供についてのことをめっちゃあのそう勉強してるんですけど、なんかね、すげーってなる。勉強したら学びが、そう、私ね保育の、そう、いとこと一緒にねやってるの。保育は予想外って。そうよ、私ね意外でしょ。そう、いや別に将来その保育士さんになるとかじゃないんですけど、なんかその資格を持ってた方が的な感じでお母さんに勧められまして、私が学校に通う運びとなりました。はい、え、姉が保育園の園長やってます。すごい、そうなんだ、なんか教えてください。私はとても勉強に困ってます。もうテストが本当に難しすぎて無理です。でも最近書いたレポートが評価 A だったので、そこは嬉しかったです。コスプレで演じやってた。そうよ、子供に人気ありそう、人気欲しいね。まあ、私は今オタクさんからの人気が欲しいですけど、皆の衆の人気が欲しいけど、皆の衆からの人気が欲しいよ。うーん、将来本格的な歌手になります。いや私はそう、なんかよく言っていただけるんだけど、その STU をもし辞めた後になんか一人で歌でやっていくのとか考えてないのとか、いいんじゃないとかすごい言っていただけるんですけど、私は自分がそんなできる人間だと思ってないので、そんなことは多分できないので、そこは別になんか考えてないっていうよりはできないなって思ってるって感じの方が強いです。IKEA に保育されたい。私めっちゃ
ねえ早く片付けてみたいな感じよ。まだ完全に勉強しきれてないので、保育のことはあまりわからないので、ちょっとずつは勉強してますけど、今の私が保育を始めるとね、早くして、早く片付けてみたいな感じになります。もういいから、もうそれいいからみたいな、もうはい、ご飯の時間終わったから、はいみたいな、はい寝て、もう早く寝てみたいな。でもちゃんとこれが、ちゃんと今から勉強を積み重ねることによって知識を得て、ちゃんとねそういうあれができますので、まだ今はそうです。それでもいいわ、ちょっと軽く引きますね。はい、ありがとうございます。でも優しいですね。そうワンちゃんもねびっくりしてます。そう、はい早く、はい塗り絵片付けてくれん、早くねみたいな、散らかってるからって言ってる人が一番部屋汚いみたいなね。そう、まあそんな感じでやった引かせたでってめっちゃポジティブまあそんな感じで今日は終わりたいと思います。どんな感じか分かりませんが終わります。はい、ではランキングを読みます。ランキング読む。遅刻しましたが楽しかった。お、私も久々に配信して、ちょっと最近ずっと配信できてなかったので配信できてよかったです。ありがとうございます。明日はちょっと配信できるかわかんないんだけど、どうだろう、公演があるから結構夜だからどうだろうって感じですけど、まあまた配信はやるのでみんな一緒に話してください。よろしくお願いします。では終わりますね。私も楽しかった、ありがとう。やっぱ配信は楽しいですね。ではランキング読みます。というかギフトは、松津さん、斉藤さん、ブリシツさん、チョウちゃんさん、神、赤いマフラーさん、キラキラ、斉藤さん、ラブ、マサゴメタルさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。しまじろうさん、ハート100個。お、マサゴメタルさん、またまためっちゃ可愛い、ありがとうございます。しまじろうさん、レインボースター、ありがとうございます。では終わります。終わるね。お腹鳴った。そっちちゃんとメイクすればよかったですね、今日。ショッピンですいませんね。では終わります。あーなんか押しちゃった。ランキング見ます。13位、たくにーさん、12位ブリッチさん、11位のりさん、10位ちょうちゃんさん、9位てっちゃんさん、8位 ST48 スタジオ推しさん、ありがとう。7位原田さん、6位堀江門さん、5位島次郎さん、4位赤山フラさん、3位松津さん、2位斉藤さん、そして1位はドゥルルルルトゥン、マサゴメタルさん、ありがとうございます。イケイケゴーゴーイケゴーゴー、今日もマサゴメタルさんはイケてるよ、ありがとう。いじめダメ、いじめダメ、かっこ悪いよ、絶望さえも光になる、ありがとうございました。では終わります。おやすみなさーい、みんな。あ、ちなみに皆さん、今週のね13日は岡山でスタジオのイベントがあるので、皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。なんか対バンライブなんだっけな。そう、待ってます。一部二部、なんと衣装も瀬取りも違いますので、まあ瀬取りは一部がちょっと変わるみたいな感じなんですけど、そうなので、だし衣装も変わるので髪型も変えようと思ってます。一部二部時間があれば、なのでぜひ待っております。では終わります。あ
おやすみなさい、みんな。バイバーイ。バイバーイ、おやすみー。